おはようございます。あ、もう252番です。こんにちは。本日大阪府大阪市浪速区にありますアロー浪速店さんで A1 グランプリの撮影ということでやってまいりました、ピーマート TV のななこです。今月の A1 グランプリは私で最後4人目ということなんですけれども、本日の抽選すでに終わっております。抽選は252番、まあ、あの真ん中よりちょっと後ろの方っていうことで、まあ、朝前の方がパチンコに行ってくれればいいなと思いながら、まあ、狙い機種狙い台取れればいいなと思っております。というわけで皆さん実践の方ご覧ください。おはようございます。ちょっと何がどこにあるの、ちょっと私は今日は頑張ろうかなと思って、まさかの朝一ハデスから行こうかなと思っております。結構でもみんな普通に中もデータ見てるからいいや。朝、まあ、これって思ったやつに行こうと思います。朝一はアナザーゴッドハーデスからスタートしたいと思います。はい、それでは本日の A1 グランプリ、まあ、4人目のプレイヤーということなので、まあ、皆さんの結果すでに出ているんですが、私は分からない状態なので、まあ、どっちにしてもちょっと一撃狙えるような機種から行こうかなと思いますので、本日はアナザーゴッドハーデススタートで、久々だなハーデスっつの、まあ、朝一ちょっとどんな感じの挙動をするかっていうところを、まあ、まずは見ていこうと思います。お願いします。まあ、朝一考えることはもうさっさと当たってくださいっていうところなんですけど、一応ね設定差があるところとかで、まあ、キナナ3連からの当選とかダイヤ2連からの当選とかあるんですけど、まあまあそんなにね引けるもんじゃないと思ってるので、引ければねこの推測要素的に役に立つところではあるんですけど、あんまり引けないのでそこは参考程度に。ただ多分こちらのお店もう朝の段階で結構ね埋まってる台も多いので、時間が経つにつれて絶対ね移動しづらくなってくると思うんですよね。チャンス、なので早いうちに多分ある程度ね台を、あ、これなら打てるっていうのを見つけないと多分いけないと思うんですけど、朝一天井だけはちょっと避けたいなと思ってるんですけど、どうなんかもういろんなところで結構初当たり引いてる方がいるんですけど、初当たり早くないですか皆さん。でもハーデスは夢があります。お父さんの夢があるから、まずはサクッと当てましょう。いや、やめる。これね、奇数点、なんか私はこれやめる、ダメだと思ってる。なんか微妙そうなのでやめます。他の台に行きます。
はい、というわけでハーレスを辞めまして、ハーレスで他の機種の空き台がほとんどない状態で、まあ、ハーレスはかろうじて数台空いてるかなっていうところだったので、またもやハーレスなんですけれども、この台が今日は222回転回っております。さてどうなんだ。まあまあ辞めてるっていうことはそれなりの理由があるってことだと思うんですけど、自分でゴッドを引けばいいんです。ゴッドなんでそう簡単に引けるとは思えないけれども、1日回してれば1回出る計算でしょう、計算上は。なんか開始早々こんなこと言うのもあれなんですけど、今日すごい嫌な予感する。大丈夫かな。まあこの台も私200ちょっとから回してるので、もうすぐ400回転なんですけど、なんとかヘルゾーン入ってくれないかなとは思っております。よろしくお願いします。マジで。やっとヘルゾーン黄色、頑張れ。ボタン来ないし、私はいつ当たるんでしょうか。私が打っていた台が全回転を引いておりましてですね、全回転のゴッドを引いております。まあまあまあ、私が打ってたら引けてるっていうわけじゃないから、ないんだけどさ、ないんだけどさ、マジか。ちょっとね、これ当たるまで頑張らないとダメなのかな。あ、そうだ、ないんだ。悪くはなさそうだけど、何で当たったの？598ゲームで、当たりました。当たりました。まあまあまあ、いつ当たるのって言ってたのでよかったです。思ったより早かった。あとはもう頑張るだけ。はい、ワンちゃん。
安定の犬50です。チャンス目で当たったってことですよね。でも多分ダイヤしか引いてないもんな。50ゲーム105枚。マジか。いや、なんかさっき V ハサミ出て結構すぐ当たりましたけど、その前も V ハサミがなんか出てって外れたから、どうせ今回もあれでしょ、モード上がっただけでしょぐらい思ってたんですよ。いや、モードは確かに上がってたんだけれども、あーそこで当たると思わなかった。周りがね、めちゃめちゃハーレス当たってるんですよ。私の2個隣の方も当たってるし、隣の方も当たってるし、後ろの方もポンポンポンってなんか当たってるし、あと多分あっちの方もね、ちょこちょこ当たってるんですよ。多分ね、機種選びとしてはね、今日多分おそらくハーレスは間違ってなさそうな感じではあるんですけど、あと外線もいい感じで当たってそうなんですけど、私の引きが悪い。ねえねえ待って、ね、私が打ってた台でね、ゴッド2回目なんですけど、まあ引く人は引けるってことですよ、言ってしまえば。いや、普段ね、あんまり結構ノーマルが多くて、あんまり AT、ART 今日打たない人間なわけですよ。やっぱりね、なんだろうな、AT、ART 機って本当ペース早い、なくなるペースが。ちょっと久しぶりに打ってびっくりした。なんか前兆とかの問題があるからさ、ギリギリまで打てないっていうのがね、ATART 機はどうしてもあるんですけど、あるんですけど、これラスト2500枚、これで、早っ。ひななが、ね、今2連してるんですよ。ひななを引かせてください。あと3枚なんですよ、ちなみに。もう私、いやー静か、何にも起こんない。8192、何にも引けなかった。ちなみに、一言今の時間を申しますと、開店から約3時間半ですかね、終了です。お疲れ様です。負けちゃったよ。こちらが外線なんですけど、一応ね、結構外線も皆さん積んでら
らっしゃってですね、でこれね見てわかるんですけど、もう今日だけで5000枚オーバー。まあまあそんな間ね、いろんな色見てるんですけど、結構ねあの枚数は今液晶で400枚とかなってて、持ってる枚数が全然違うので、多分初当たり結構引いてるのかなっていう。あと今日ゴッド引いてる人がすごいいっぱいいるんですよ。こちらの方もゴッドなんですけど、ハーレスもねなんかやたらゴッド皆さん引いてるんですよ。こちらの方とかもうすでに今日4554枚。あほらこちらの方もゴッド。え、こちら、え、ここもゴッド、ゴッド2連続ゴッド。朝一結構バジも全埋まりしてて、なんか今も全埋まりなんですけれども、なかなか皆さんバジリスクタイムに突入している様子ですね。まあ、今凱旋、ハーレス、バジって見てきたんですけども、なんかね、結構ね、なんかみんなでも当たりは軽そう、見てる感じ当たりは軽そうですね。その飛び抜けてドカーンっていうよりかは、なんか安定して番長は出てる感じですね。はい、本日の A1 グランプリ、まあ、動画を見てくださった方お分かりかと思います。投資が2500枚、獲得枚数が0枚。朝ハデスに行き、ずっとハデスを打って GG1 回しか当たらない。そりゃね負けます、負けます、しょうがない。それね、声も枯れますよ。声も枯れますというか、もうもともと声は枯れてる状態で来たんですけど、いやダメですね、慣れない機種は打つもんじゃないいやほんと前にチャンナナが残り4枚でゴッド引いたことが多分あったかと思うんですよ、凱旋かなんかで。なので最後の最後まで諦めないでちょっと頑張って回しては見たんですけれども、ダメでした。ちょっとね私には向いてなかった、ハーデスは。まあハーレスは向いてなかったっていうよりも、今日はハーレスがなんか無駄なやる気だけちょっと見せて、僕やる気あるよ、僕やる気あるよ、やっぱなかったみたいな展開がずっとずっと続いたんです。 GG1 回で終わると思わなかった、本当に見せはなくてすいません。はい、というわけで、まあ、本日5月の28日、まあ、A1 グランプリでね、まあ、28日ってことでもう月の最後の方だったんで、私最後のプレイヤーだったんですけど、皆さんの結果まだ知りません、その前の3人の。なんでこれ配信される頃には出てると思います。というわけで今回の優勝者はこちらです。優勝者って言っちゃった、優勝者の方はこちらです。ね、まあ結構いつも来るときにこれこれさ、アローさんの何キャラクターなのかな、ドーパくんっていうの、私もこれ未だにわからないんですけど、アローさん来るといつもねこれがいるんだけどね、すっごいはっちゃけてるんだけど、私の気分は全然はっちゃけてないので、まあ、次ははっちゃけられるように頑張りたいと思いますので、でまたね A1 グランプリ出させていただくこともあるかと思います。その際は皆さんぜひ見てください、よろしくお願いします。というわけで本日は7個がお送りしました。皆さんまたね、バイバイ。もう2500枚負けたから、もうこれにフランキーセレブレーションさんに
癒されに来た。なんかすごいこと言うと、私今5時間ぐらい打ってるんですけど、5時間でまあ1回しか当たってない。まあその1回もまあゴトゲームなんですけど、しかも犬50。私の引きがダメなのか、私の台選びがダメなのか。当たった。の前で当たったくさいんだよな。でもその前で当たってたっぽいってなると化け分けてると思うんですけど、まあいっか。はい、479ゲームコンドル。あそこでコンドルってことは一枚役か、一枚役コンドルか。250枚なんでまだマイナスですね。頑張って当てないと。この台バケは引けるけどビッグが引けない。まあ逆に言ったらかなり高設定っぽい挙動ではあるんですけど、でもねっていう感じですよね。そしてあー二角あーバケまあまあまあ、でもね、あのバケでも癒されてますよ。当たるって素晴らしい。めっちゃ負けてるけどハーレスの分。まあ癒されたよ、癒された、ありがとうございます。エンディング取り終えたのになぜかメダルを流すという。しかもちょっとだけプラったし、クランキーはプラスです。